有馬温泉三宮駅新神戸駅港川駅、明石駅西明石駅鈴蘭台駅西宮山口、南西宮北インターチェンジ神戸市、明石市地図有馬温泉は、兵庫県神戸市北区有馬町にある日本三湖島の温泉。林羅山の日本三名泉や枕の宗市の三名泉にも数えられ、江戸時代の温泉番付では、当時の最高位である西大関に格付けされた。 瀬戸内海国立公園の区域に隣接する。銀線の炭酸泉源この地域は活断層である有馬高月構造線が分布しており、透水性の高い断層破砕体を流路として温泉水が噴出している。東西走行の断層からは低温泉、南北走行の断層からは高温が噴出している。それぞれ、流出口では透明だが、 空気に触れ着色する含む鉄塩化物線は、金泉、それ以外の透明な温泉は、銀泉と呼ばれている。銀線は泉は、泉源により成分は、若干異なるが、炭酸水素塩泉と、ラジウムを多く含む放射能汚染に大別される。なお、金泉、銀泉という名称は、有馬温泉旅館共同組合の登録商標となっている。有馬温泉は、深部上昇水と、 天水系のラドン線の混合水からなる。深部上昇水は高い Li,b,cl 濃度を持つ Nacl 箱3型で同位体適性質として d,o 同位体比や he 同位体比が大きいことで特徴づけられる。このような特徴を持つ西南日本の地下水をアリマ型という。アリマ温泉含むアリマ型熱水の起源は海底下で フィリピン海プレートの岩石中に取り込まれた水が南海トラフからスラブとして沈み込み地中深くへ運ばれ地中の圧力によって岩石中から脱水し上部マントルや地殻を上昇して地表へ直接噴出したものである可能性が指摘されている。点水系のラドン船は雨水を起源とする地下水で流出母岩である六甲下降岩の影響を受けて放射能汚染となっている。 深部上昇水は、地く内で低温となると炭素を失って、塩化物泉となる。炭素は、天水系の地下水が捕獲することで、炭酸泉となる。有馬温泉の源泉温度は、最大で摂氏98度と非常に高い。これは冷却された、深部上昇水が、麻布で、局地的に二次加熱を受けた影響とされているが、周辺に第四気火山は存在しておらず。 高温で噴出する理由はよくわかっていない。湯本坂温泉街は、六甲山地北側の紅葉国の麓の山海の標高350メートルから500メートルに一致している。大きな旅館やホテルは温泉街の周辺や少し離れた山陸、山中にある。公的な外湯は金の湯、銀の湯がある。また、有馬温泉でと名のつく宿が多いのは、 研究2年に、吉野の総某、人志し成城人が、熊野十二神将になずらいて建てられた有馬十二坊と、呼ばれた某社にあやかったものとされる。2010年から海援整リゾートが進出したことで、ホテルや旅館が1300室から1600室へと2割以上増加し、競争の激化が予想されている。また、毎年1月9日には、恵比寿神社の総本社である。 西の宮神社に温泉を運び、有馬温泉の商売繁盛を願うこの湯式が催されている。外湯は金の湯、銀の湯、太閤の湯がある。19世紀の有馬温泉社日本期の巻14に引用されている摂津国風土記には有馬の群、また縁の原山あり。この山の近くに縁の湯あり。と記されており、縁の湯は有馬温泉。 縁の原山は、湯山の古名であろうとされる。他にも有馬周辺にはなじを、塩寺観音があるなどといった、塩のつく地名、名称が多い。古代、女名天皇や高徳天皇が行行し、その死後として、有馬安宮が造営された。有馬山稲の笹原風吹けばいでそよ人を忘れやわ、する登山道には、交通機関が発達する前に、見陰から有馬温泉に、 新鮮な魚介を運ぶ魚屋が利用したと言われる、魚屋道などがある、鉄道バス。ありがとうございます。